いや、じゃあ行こう。めっちゃ元気。気温最低2度やったのにな。余裕やな。お、すごい。よっしゃ。おい。よし。はい、タク。皆さん、おはようございます。今回もご視聴いただきありがとうございます。年末になってきましたね。12月もね、どんどん日が経っていってますので、もう年末なんて一瞬でいきますよ。もう街は本当にクリスマスムードがどんどん強化されていってて、すぐにねお正月が来るということで、皆さん断捨離は進んでますでしょうか。結構ねやっぱお正月の休みの時にね大掃除でやるんだって決めてる人とかもねいらっしゃると思うんですけど、重い腰を上げるっていうのをねやるのはね大変ですから、ちょっとずつやっていくのが本当におすすめだなって私は思ってます。ということで自分もねどんどん進めているんですけど、今回手放すものはこちら、じゃん、重要な書類でございます。よっしゃー。というのもね、先日ね車を手放したっていうお話をさせていただいたんですけども、その車関連のね重要書類を大幅に今回は手放しました。結構このクリアファイルの中にねドサッと入ってたんですよ。でそれと合わせて、この家の賃貸の重要書類系だったりとか、保証書類だったりとか紙系のものですね、置いてたやつを大体ザーッとチェックして一気に減らしました。今では本当にねこのクリアファイル2つ分、しかもそんなパンパンになってない感じの量に収まったんで、こうそれをね台所の下の収納に入れてるんですけど、すっきりしましたね。で最近私が目指してるのが、やっぱりね物をね外に出さないっていうのをね目指してるんですよ。部屋の中にねなるべく物を置いとかないっていうのを目指して、こういうティッシュとかね最近使っているんですけど、冬場のティッシュとかはちょっと難しいんですけどね。他直せるものは直したいと思っているんで、その収納の中を開けるっていうのはねめちゃくちゃ重要なことなんですよね。なんでね本当にクリアファイル1枚、紙切れ1枚から手放すことによって、何か一つねまた収納できるっていう風にねおそらく繋がると思うんで、と言ってもねそろそろしまえるものはなくなってはきたんですけどね。いやーどうするべきか、またこうね発想をかなり変えていかないと難しいけど、なんかもう一発ねすっきりさせれるような気がしているんですよ。寝た。この子たちがいてもねすっきり綺麗に暮らせるよっていうところをねお見せしたいなと思います。横目で見ながら寝てる。やっぱめいちゃんこう口角上がってるからキュッてねにっこりした顔やでな。そこに注目するとめっちゃおもろいんよな。はい、準備完了しましたので仕事行っていきたいなと思います。はい、ねるさん。はい、どうぞ。はい、エミちゃんどうぞ。行ってきます。今日もね上野に向かいます。朝はね本当にめちゃくちゃエモい空が今日も広がってる。この時間はほんまに人が少なくて気持ちいい、すごい人通りの多いね商店街道路なんですけどね。最近ハマってる生活習慣があって、改めてね断食、プチ断食にやってます。16時間断食っていうやつですね。きっちり16時間決めてるってわけではないんですけど、だいたい16時間は何も食ってなくて、昼間にね眠たくなりにくいようにサラダチキンの半分のやつ、スティックタイプのやつあるじゃないですか、あれだけタンパク質取るために食べたりとか、そういうのことしてますね。夜は変わらず普通に食べるというか、食材はもちろん
なるべく選ぶんですけども、まあ、冬にもなったということで、こう免疫力上げたいとも思うんでね、毎日ちょっとね空腹状態作っていこうかなと思ってます。なんかもうやり始めてやっぱ3日ぐらいでめちゃくちゃ体調がすっきりというかね、変な油が出なくなるんでめっちゃすっきりしますよね。体自体、顔の皮膚の感じとかもねめっちゃすっきりする。皆さんはなんか習慣にしてることってありますか？最近もし始めたようなことあったらね、教えてくれたら嬉しいですね。おー、サンタクロース仕様ですか？つけ方がおもろいよな。この鼻置いてあるとこ発見しました。もうラスイチヤでこれここだけしか置いてないですけど、はい、上野駅でね午前中の仕事を終わらせました。これからまたね田町に向かいます。今日はねめっちゃ人が多いなと思ったら、そういえば祝日でしたね。12月の祝日なんかみんな浮かれてる気がする。やっぱ買い物やっぱみんなしてるような気がするな。街並みをこう見てても、いやデパートとかねマジ気合入ってそう。すごい人やで。はい、田町にやってまいりましたが、ちょっと歩いてね芝浦というねエリアに来ました。いややばくないこの辺、すごい高層マンションがうわー立ってるんですよね。すごい。やこの芝浦エリアね侮れないっすね。歩いてたらね花壇がありました。いい街だな。あ、田町の反対側に来てみたら、いやもう東京タワー見えるやん。めっちゃじゃんと東京タワーのすぐ左こっち側らへんは慶応大学があるっぽいですね。すごい学生もたくさんいて、駅周りはね商業施設もしっかりあるし、事務所のね入ってるビルも多いから会社員の方も多いんですよね。割と人がたくさんいる街だなって思いましたね。はい、帰ってきました。どうしてるかなと。はい、ただいま。はい、ねとっちゃん、ただいまねです。うん、ただいま、ねっちゃん、みーちゃん、ただいま。お待たせやな。みーちゃん、入り口で待っててくれてるねんな、いつも。ただいま。みーちゃん、ねるも、ただいま。うん、よしよしよし、よし、散歩行こうか。はい、ご飯。はい、座り。はい、で、で、よし。
目かゆい。目やにとってるのか。いつものカレー屋に来ました。もう全員知り合いみたいな感じ。家のね、スウェットの時はサンダルバッチリ OK。 まだ余裕です。よいしょ。ただいま。ただいま。はい、ということでそろそろ終了したいなと思います。聞いた。今回もね、最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとう。まあ12月にねなったということで、もう朝晩は最低気温が2度とかになってるんですよね。まあそれでも全然サンダルで大丈夫になりました。夏場からねずっとサンダル履き続けて靴下を履かない生活をしてたんで、足のね寒さに関してはめっちゃ強くなった気がします。いや、目標にしている年末までにね1000名達成するぞっていうのをね、最後のラストスパートですね。いや、こっからね一日一日が大事になってくるから。今年はほんまになんか頑張りたいなっていう思いですね。ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。ということでありがとうございました。ねるさん、今日も癒し感抜群やわ。このおててよ。肉球、肉球、プニ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 。そしてめいちゃん、今日も可愛かったわと思った方はぜひ高評価お願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。